半魔家の本家の本物貴族の人間の上の知能の生物の半魔岩先生です。人間というのは基本肉食生物なんで、近くにいるとね、力ずくでね、脅迫して、作り事とかね、勝手に都合のいいことを言うので、人間と直接接してはいけないんですね。よく接することは必要なんですけども、それはね、通信とか手紙とかね、書類とかね、テレビ会議とかね、直接ね、接しないでコントロールしないと危ないということですね。で、人間はね、飛んで生きてますから、勉強も全然わかんないけれども覚えるというね、インスタントで覚えてるんです。人間全員そうなんですね。知能が低いんで全部インスタントなんですよ。博士だろうと、ね、人間の東大卒だろうとインスタントで覚えてるんで、本人は分かってないですね、勉強は。だからちゃんとできる人はできるから、それは注意しないといけないですね。複雑なものね、とか計算とかね、できる人はちゃんとできますから、ね、それは注意しないといけないですけれども、全員人間ってインスタントなんですよ。義務教育もテレパシーでカンニングが無視になってね、覚えるというですね、意味わかんなくてもさらっとね、記録してしまうということですね。ということですね。どうもありがとうございました。半魔家の本家の半魔岩先生でした。